タミヤのリアルミニ四駆シリーズスピンバイパーのご紹介です。こちらは当時爆走兄弟レッツ&コーの中に出てきたマシンを、こういう中を精密に再現したプラモデルになっております。ですのでミニ四駆ですが、これは走らないでディスプレイタイプになっています。で、中の部品はこういうようなメッキのパーツでこうメカニカルな作りになっています。で、ボディはクリアのボディになっております。で、シャーシがこういうような構造になってます。あとこれが、ゴムタイヤです。で、これがタイヤ用のシャフトで、これがステッカーです。部品は以上です。で、こちらが説明書になって、で、ここで、こういうちょっとメカの構造の説明があります。で、組み立てるのに必要な道具が書いてあります。で、ボディの組み立てと、あと、使用する色がここに書いてあります。で、このようにボディを、作っていて、ここでボディは完成します。で、このボディはスーパーワンシャーシ、スーパー TZ シャーシ、スーパー FM シャーシに使用することができます。で、こちらがボディのステッカーの貼る位置になります。で、ここが車体になって、フロントのステアリングは切れるようになってます。で、タイヤとホイールをセットして、あとボディの方を止めれば完成です。これで以上です。